イアンダンティスネルはアメリカ合衆国デラウェア州ドーバー出身のプロ野球選手、宇トを右打ち。ウチ、旧を剣道。2000年に MLB ドラフト26巡目でピッツバーグパイレーツから指名を受け、プロ入り。プロ5年目となる2004年8月20日にパイレーツでメジャーデビューを果たし、3試合に登板して0勝1敗、防御率7.50という成績だった。 2005年は、当番試合数が15試合にまで増え、9月19日の、ヒューストンアストロズ戦でプロ初勝利も記録した。2006年は、本格的にメジャーに定着。先発の一角として最後までローテーションを守りながら、チームの勝ち頭となる14勝を記録。この14勝は2000年以降では、チーム初の快挙であった。球を投げる際に力を入れすぎる傾向があり。 そのため、スタミナがすぐに切れてしまったが、2007年はスタミナが、月き、制も良くなった。防御率が3.76と改善し、クオリティスタートは、前年の14から22まで増やしたが、9イニング、あたりの得点の援護が4.02と、規定投球界に達した、リーグ42人中3番目に低い数字であった。負けることに慣れきっているチームに対しては6月下旬に、 報道陣に、俺は、負けることが大嫌いなんだ。チームが自分たちの力を十分発揮しないまま負ける、ことも大嫌いだ。チーム批判で罰金を取られても構わない。俺は、言わなきゃ気が済まないんだ。だって、どんどんひどくなっているじゃないか。このチームはこの程度の戦いしかできないチームじゃないんだからと声を荒ら,らげまくしたて、多くのパイレーツファンから共感を呼んだ。 2009年7月29日に、ジャック・ウィルソンと共に、ロニー・セレーニョ、ジェフ・クレメント、アーロン・プリバニック、ブレット・ローリン、ネイサン・アド・コックとのトレードで、シアトル・マリナーズに移籍。2011年3月15日に、現役引退を表明したが、5月25日には、引退を撤回し、ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。 2012年の3月25日に放出され、アトランティックリーグのロングアイランドダックスに加入した。直球系では、150キロ台前半のフォーシームと140キロ台中頃のツーシーム。変化球は、チェンジアップ、スライダーとカーブを用いており、決め球は縦に変化するカーブで、請球も良い。打者を追い込むとこれが威力を発揮し、脱三振が多い。ありがとうございます。